おはよ、ムームー。ムームー。あれから帝国がどうなったか気になるわ。ルーガさんに聞きに行こう。おはよう、お嬢ちゃん。どうだい？このアジトの住み心地は。悪くないだろ？あ、はい。そいつはよかった。お嬢ちゃんたちが来るってんで、慌てて掃除したのさ。わざわざありがとうございます。それで、帝国のことなんですけど。安心しな。動きはないよ。ザイツはセレスティアに戻り、そのままさ。心配しないで、ゆっくり休んでな。昨日の疲れだって取れてないだろ？ううん、ロングランドの人たちが頑張ってるのに、私だけ休むなんて。ルーガさん、何か仕事を手伝わせてくれませんか？そうさね。翼も持ってないお嬢ちゃんに、偵察は頼めないしね。お使いみたいなことならたくさんあるんだけど、そんなのでもいいかい？はい、構いません。ね、ムーム。そっか。それじゃあお願いしようかね。バームにちょいと届けてほしいものがあるんだ。この枝なんだがね。バームは相変わらず黄金宮にいるはずだ。頼んだよ。はい、わかりました。バームは相変わらず黄金宮にいるはずだ。頼んだよ。何してるの？ロングランドの戦士に戦い方を習っているところなのです。ガーリットはもう十分強いと思うのに。そんなことはありません。もっともっと強くならなければ。帝国の手からファラ様を守るために。ガーリット、ありがとう。私も強くなるね。帝国の手からファラ様を守るために私は強くなります。ファングさん、何してるの？アークランドの周りを偵察してる仲間から連絡が入る時間なんだ。お、手を振ったぞ。どうやら異常はないようだな。ファングさん、目がいいのね。私にはそんな細かなところまで見えないわ。ランカスターの視力を甘く見るなよ。本気になればここからセレスティアの様子だって覗けるんだぜ。セレスティアを？うわぁ！おっと、本気にするなよ。こいつは冗談だからな。仲間が見張ってるからここにいれば安全だぜ。本日のお話はルーンハイムの危機と三女神の確執のお話、クラヴィス、ファーライト、そしてアクリーン、三人の女神の加護のもと穏やかな時を刻むルーンハイムでしたが、今より300年前未曾有の危機が訪れました。ランカスタの住む大地、カルファシールの接近です。女神クラヴィスはルーンハイムの命を守るためにカルファシールを破壊しようと主張しました。しかし女神ファーライトはカルファシールに住む命も守ろうと考えました。その唯一の方法はカルファシールと同じ大きさの大地をルーンハイムから切り離すことだったのです。カルファシールの破壊を訴えるクラヴィスと魔人たちをファーライトは彼らの住む大地もろともルーンハイムの外へと追放しました。さらに幻獣族と妖精族の暮らす大地をも同じように切り離したのです。ファーライトとアクリーンもそれぞれ切り離した大地の守護者となるべくこのルーンハイムを後にしたのでした。こうしてルーンハイムを離れた3つの大地こそが夜空に浮かぶ3つの月、オバド、パスティアナ、アシャンティなのです。
女神クラビスは自分を追放した女神ファーライトを恨んでいるのかな。ソティナさん、何してるんですか？アークランドにいるお友達の家を訪ねるところなの。だけど、ちょっと迷っちゃったみたいなの。お姉さんダメね。なら、私も一緒に探します。ううん、大丈夫よ。ちゃんと地図は持ってるんだから。まずは今いる場所がどこかを見つけないと。大丈夫かな？今いる場所はどこかしら？お友達の家はどこかしら？これはファラ様。このバームに何かご用ですかな？ルーガさんに頼まれてこれを届けに来たんです。おお、これはなんと素晴らしい枝なんだ。一体何に使うんですか？よくぞ聞いてくれました。この枝は釣り竿にするのですよ。前の釣り竿が古くなってしまいまして、それでルーガに良い竿になりそうな枝を探してもらっていたのです。そうだ、ファラ様、届けてくれたお礼です。私がこれまで使っていた釣り竿をあなたにあげましょう。せっかくですから釣りの仕方について説明しましょうか。それではファラ様、アークランド内の釣り場へ行きますぞ。釣りをするためには餌が必要になります。アイテム屋で売っているので買っておくといいですよ。今回は特別に私の餌を差し上げます。では餌を選んで釣りを始めましょう。浮きが沈んだら竿を上げるチャンスです。画面をタッチするか A ボタンを押せば竿を上げますよ。タイミングが命なので浮きの動きをよく見ていてくださいね。さあ頑張ってください。お見事です。続けて釣りをすることもできますが、練習なのでここまでにしましょう。どうです？釣りは面白いでしょう。釣り場はあちこちにあるので、見かけたらぜひ釣りを楽しんでください。ああそうそう、釣った魚は宿屋でいろいろなものと交換できますよ。魚が釣れたら宿屋に持って行ってみるといいですぞ。いやー、本当に釣りっていいもんですな。ファラ。ヴィラン、どうしたの？ルーガに頼まれて武器屋と防具屋に行った帰りなんだ。私もお使いで黄金宮に行ってきたとこなの。一緒に帰ろう。ああ、そうしよう。ちょっと、何をするんですの？私はちっとも怪しいものではありませんわ。なんか騒がしいな。広場の方だ。行ってみよう。よ、王女さんにディラン。ファング、何かあったのか？まあ、自分は帝国の人間だって宣言してる女がいたんだ。一応話だけでも聞いておこうと思ったんだが、とにかく大騒ぎしやがる。帝国の女ってのはみんなこうもやかましいもんなのか？その手を離しなさい。私を誰だと思ってますの？
帝国の名門貴族、クレバーティンク家のものですのよ。あなた方に話すことなんて何もありません。私はディラン様を探しに来ただけであって。ディラン様、なあ、やっとお会いできましたわ、ディラン様。こんな亜人だらけの町までやってきた甲斐がありましたわ。は、君はディランの知り合いなの？自己紹介させていただきますわね。私の名前はエルナディータ・クレバーティンク。ここにいるディラン様のイナズケですわ。いい名付けであるこの坊やを連れ戻すため帝国を飛び出し、わざわざアークランドまでやってきたってことなのかい？いい名付けとして当然のことですわ。さあディラン様、私と一緒に帝国に戻りましょう。エルナディータ、俺は帝国には戻らない。え？どうしてですの？帝国がセレスティアに侵攻したのは知っているだろう。あんなことをする国に戻るわけにはいかない。でもあれは王国が悪いのですわ。だってセレスティア王国は密かに帝国に攻め込む準備をしていたのでしょ。そんなの嘘よ。嘘じゃありませんわ。皇帝陛下がそう発表なさいましたもの。帝国を守るため仕方なく王国を制圧したって。エルナディータ、皇帝グロッケン、父上の言葉は真実ではない。あれは帝国による明らかな侵略行為だったんだ。そんな、信じられませんわ。とにかく俺は帝国には戻らない。ここで仲間たちと一緒に帝国と戦っていくつもりだ。それでは私はどうなるんですの？皇帝夫人になるために、ディラン様の妻になるために、お茶もお花もライフ投げだってマスターしたっていうのに。ひどいですわ。エルナディータさん、大丈夫かな？すごくショック受けてたみたいだし、心配だな。うん、探しに行こう。まさか、彼女がアークランドにまでやってくるなんて。坊やも隅に置けないね。これからどうなるか、見物だよ。ま、やかましかったけど、わりかし可愛い子だったな。あと、王女さんの方がもっと可愛いぜ。わら様、帝国の娘のことなどお気になさらないように。あんな可愛い言い名付けがいたなんて、お姉さんちょっとショックだな。エルナディータさん、どこに行ったのかな？召喚プレートの準備完了じゃ、いつでも始められますぞ。そうか、ご苦労だ。おや、迷い込んだネズミがおるようじゃ。
騒ぎ立てられる前に始末してしまおうかの。待て。その紋章はクレバーティンク家のものか。なんだ、あなた方も帝国の人間でしたの。ビクビクする必要ありませんでしたわ。俺の名はラディウス、帝国の将軍。皇帝陛下の命令でここに来た。将軍様がどうしてこんなところに。わかりました、ヴィラン様を連れ戻しに来たのですわね。そんなところだ。ケルスズ、この娘は問題ない。さっさと始めよう。帝国が誇る召喚博士の力見せてもらうぞ。お任せくだされ、ラディウス将軍。暗黒の大乗馬だよ。彼の地に救う獣たちよ。マナの断りを持ちて作りしこの門へ何じらを呼び寄せん。我が声に応えよ。さあ、俺たちの戦いの始まりだ、ディラン。一通り探してみたけど、エルナディータさん見つからないな。ムーム、一度アジトに戻ろうか。もう、うわー！助けてー！みんな、どうしたの？いきなりモンスターが！うわー！大丈夫かい？お嬢ちゃん。ルーガさん、一体何が起こったの？さあね、私もさっぱりさ。モンスターが降るなんてひどい天気にも程があるよ。モンスターじゃないわ、おそらく低レベルの召喚獣じゃないかしら。え、どういうことなの、ソティナさん。まさかとは思うけど。こいつはひどいぜ。アークランド中がモンスターだらけだ。広場の方から光の筋が飛び出し街に降り注いでいる。とても空からは近づけない。あれは一体帝国の召喚術だわ。広場にあるのは特殊な召喚プレートなのよ。なんだって？特殊な召喚プレートを使って低レベルの召喚獣を大量に呼び出しているの。召喚戦争時代、帝国がよく使用したと聞いたことがあるわ。帝国め、とんでもないことをしやがるぜ。召喚プレートを壊さない限り、いくら召喚獣を倒してもキリがないわ。だったら早くしなくちゃ。このままじゃアークランドの人たちが。私は町の人を黄金宮に避難させるよ。広場にある召喚プレートはお嬢ちゃんたちに任せるよ。うん、わかった。私たちで何とかするわ。急ごう、ファラ。中央広場の召喚プレート俺たちで破壊するんだ。誰だ？私は帝国召喚博士ケルススじゃ。どうじゃ、帝国の召喚術はなかなかじゃろう。あなたがこんなひどいことを。召喚術を止めるんだ。残念じゃがそれはできん。この町の亜人たちを消し去ってしまえというのが皇帝陛下のご命令じゃ。ヴィラン王子、ハラ王女、お前たちも始末するよう言われておるぞ。
父上がそんなことを。さあ二人まとめてわしの召喚術で葬ってくれよぞ。みんな油断するな。みんなのおかげだよ。見たか、俺たちの力。これがさすがに強いの。一人では無理があったか。わしはここで引く。じゃが召喚プレートはラディウス将軍が守っておる。せいぜい無駄にあがくんじゃな。くそ、逃げられたか。だけど帝国の将軍がここに来ているなんて。召喚プレートはこの先よ。みんな行きましょう。いくらなんでもこれはやりすぎですわ。これじゃアークランドの人たちも。どうせアジンとそれと仲良くするクズたちだ。消えた方がいい。お前も帝国の人間ならばそう思うだろう。確かに私はアジンのことは好きではありません。ですが消えた方がいいなんてそんなこと思ってませんわ。こんなものを私がぶち壊してあげます。俺の邪魔をしアジンを助けようとするとはな。そんな人間は帝国には必要ない。大丈夫か、エルナディータ。帝国将軍のラディウスですね。その召喚プレートを破壊させてもらう。バラ王女、そしてディラン、老いぼれに負けずによくここまで来てくれたな。嬉しいぞ。俺はこの時をずっと待っていたのだからな。行くぞディラン、俺を失望させないでくれ。なかなかだなディラン。だがまだ物足りない。今のお前を切っても俺は満足できない。もっと強くなる。俺に切られるに足る男になるんだ。その時が来るの楽しみにしているぞ。あいつ本気を出してなかった。どうしてだ。ファラちゃん、早く召喚プレートを。うん、わかったわ。これで町の召喚獣たちも消えるはずです。やれやれ、今回ばかりはさすがにヤバいと思ったぜ。むむーい。エルナディータさん、何ですの。アークランドを救うために帝国の将軍に立ち向かってくれたんですね。そんなんじゃないですわ。私はただあの男が気に入らなかっただけで。エルナディータさん、私とんでもないことをしてしまいましたわ。帝国の将軍に逆らうなんてもうテープには戻れませんわ。だって反逆者ですもの。こうなったらファラさん、あなたに責任を取ってもらいますわ。え？私？これからはあなた方と行動を共にさせてもらいますわ。私は帝国の将軍に立ち向かってまでしてア
ークランドを守ろうとした。それはこの町にいるあなたを守ろうとしたってことですわ。さっき気に入らなかっただけだって言ってたじゃねえか。お黙りになって。へいへい。よろしいですわね、ファラさん。ファラ、どうする？困っている人を放ってはおけないよ。それに仲間が増えるのは嬉しいしね。よろしくね、エルナディータさん。ルーガさんの指揮のおかげで怪我人は思いのほか少なかった。だけど帝国のこの襲撃はアークランドの人たちに大きな恐怖と不安を与えてしまった。帝国は容赦なくアークランドを攻めてくるだろう。このままじっとしていてはいけない。私はそんな気がしていた。帝国の襲撃が続けば、いずれこのアークランドもこの街を王国のようにしてはいけない。何か考えないと。あ、誰か来る。あれは